はい、こんにちは。パーカッション高見です。ゼロから始めるパーカッションティンバレス編。この動画のシリーズでは、このティンバレスという楽器について1からいや0から解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画でティンバレスの基礎知識、ティンバレススティックの持ち方、パイラの叩き方とリズムパターン、リムショットの叩き方とダブルストロークの叩き方というところまで解説していますので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。はい、だんだんね、できること増えてきましたよね。そして今回はお待ちかねでございます。いよいよね、このティンバレスの定番のフィルイン、アバニコ。はい、このアバニコについて解説していきます。もともとはティンバレスが叩かれていたキューバのアンサンブル、音楽の中でよく使われるフィルインだったわけなんですけれども、今キューバ音楽に限らずね、ロックポップスの中、ダンスミュージックの中でも全然使える万能なフィルインになりますので、ぜひこの動画を活用して習得してください。はい、まあ聞いていただいてね、なんとなくわかるかなと思うんですけれども、基本のアバニコっていうのは至ってシンプルでございます。ビートの一番最初、1頭、カウント1の位置にリムショットを入れます。例えば4カウントだったら、1、2、3、4、1です。簡単ですね。で、このリムショットのちょっと前、直前にダブルストロークでロールを入れます。でこのロールでこのリムショットに、ね、向かっていくようにして向かっていくようにして最後リムショットで解決すると、はい、カーンと、これがアバニコでございます。でこのアバニコというのはスペイン語でセンス扇といった意味で、まあ、フラメンコでもねアバニコっていうのありますけれども、まあ、要するにそのセンスが開くような感じ、その蛇腹がねブラッとこう開くようなイメージだということです。でこのリムショットの前に入れるロール、ブラッってロールなんですけれども、これはね、どれぐらいの長さ叩くのかとか、何発叩くのかっていうのは、実はね、特に決まっておりません。これ、演奏者の自由でございます。なので、例えば、こう長く叩いてもいいですし、逆に短く、ブラーンって叩いてもいいですし、今、こう2打ずつね、ダブルのロールで叩いてますけれども、これ1発ずつシングルで、別にこれでも構わないわけですね。あとはこう、ダメに押し付ける、プッシュするプレスロールを使って、こういうのもありますね。まあ、これでも構わないというわけ。まあ、いろいろあるわけなんですね。なので、みんなはこう、ティンバレスをやっていく中で、いろいろ試してみて、どれが音楽に合うかなと。この曲だったら、このタイミングだったら、どういうアバニコが合うかなっていうのをいろいろ探していただければいいなと思います。で、今回は特によく使う、タタタタカンっていう5発、叩くアバニコ、まあ、これさえね押さえておけば間違いないっていうものなので、これをいろんなバリエーションで徹底的にやっていきたいと思います。はい、ではまずこのアバニコを入れるタイミングから確認していきましょう。5発のアバニコ、タタタタカンなわけなんですけども、このタタっていうのをねどっから叩き始めるかっていうと、4カウントで歌うと1 and 2 and 3 and 4 and になります。つまり4 and 1なんで、カウント4の裏、4拍目の裏からタタタタってこう叩き始めるってことになります。もうちょい細かいグリッドで歌いますと、1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1、グリッド4だと3で2発、4で2発、1でリムショットになります。もっと細かいグリッド8で歌うと、1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7、ファイシセエワンですね。5、6、7、8、1となりますけれども、ちょっとね、グリッド8だと、口が追いつかないので、グリッド4でいきたいと思います。はい、そしたら今度はカウントしながら口でアバニコを歌ってみましょう。歌い方は、タタタタカンでいきましょう。タタタタカンです。でこう口でね、正確なタイミングで歌えるっていうことがむちゃくちゃ重要ですので、ぜひね、これ僕の真似をしながら一緒に歌ってみてください。いきますよ。せーの、1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2、タタタタカン、2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2、タタタタカン、2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1、タタタタカン、2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1、タタタタカン。はい、歌いましたでしょうか。最後の4拍目カウント4で1 2、タタタタカン、1 2 タタタタカン2 3 4 1 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 2 3 4
で、これに慣れましたら、いよいよ楽器で叩いていきます。はい、今回やる5発のアバニコの手順は、右、右、左、左、右です。で、バリエーションが全部3パターンありますので、順番に確認していきましょう。まずパターン1です。パターン1はすべてリムショットポジションで叩きます。リムショットポジションというのはこの手前のシールの位置ですね。で、最初の4発はリムにかけないでオープンで叩きます。1、2、3、4。で、最後の1発、5発目はリムショットですね。はい。3、4、1。うん。3、4、1。うん。という感じです。3、4、1。うん。3、4、1。うん。3、4、1。うん。3、4、1。3、4、1。3、4、1。3、4、1。はい。これをさっき歌で歌ったタイミングに合わせて叩きます。1、2、3、4、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 
ジション、真ん中のポジションで叩きます。はい。で、リムショットは、まあ、いつも通りこのリムショットポジションで叩くと。1,2,3,4,5 ですね。3,4,1 うん。3,4,1 3,4,1 はい、こういった感じになります。1, 2, 3, 4, 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 1, 2, 3, 4,
右手の移動が伴いますよね。最初センターポジションで叩いて、リムショットポジションに移動して、またセンターポジションに戻ると。この移動が伴うので、若干ね、このリムショットの命中率が下がるかなと思うんですけども、確実に当てられるように、まあ、ゆっくりからでいいので練習してみてください。はい、最後パターン3です。パターン3はまず右手。右手はセンターポジションを2発叩きます。で、次左手。左手はリムショットポジションを2発。リムにはかけずにオープンで2発叩きます。で、最後はいつも通りで右手でリムショットポジション。リムショットを叩きます。つまり右と左でこのダブル、ロールを叩く位置が違うっていうことですね。1、2、3、4、5。こうなります。3、4、1、うん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 。はい。1、2、3、4、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 1、2、3、はい、いかがでしょうか。パターン1、2、3比べていただくとなんとなくわかるかなと思うんですけれども、このロールの位置、どこを叩くかによってこのアバニコの雰囲気、ニュアンスっていうのが大きく変わってきます。パターン1だったら両方ともリムショットポジションだったので、この画面のね、外側の倍音が多い音、わーってこうちょっとワイルドな感じのアバニコになりますし、パターンに真ん中を叩くと結構ね、こうプリッと引き締まった音なので、音粒がはっきりした割とタイトな感じのアバニコになります。でパターン3は最初が真ん中で、次が外側で、最後がリムショットなので、トトタタパーみたいな感じでこうちょっとね、向かっていくような感じがより強い、だんだん大きくなる、クレッシェンドしていくような感じのアバニコになります。はい、でこの3種類をまずは覚えて、叩き分けられるようにして、音楽の中で、まあ、どういったシチュエーションでどういうアバニコが合うかなというのをいろいろね、試しながら使い分けてみてください。はい、では3パターンのアバニコができるようになりましたら、今度はリズムの中で
流れの中でアバニコを入れるという練習をやってみましょう。リズムパターンは何でもいいんですけども、まあ、例えばね、パイラの回でやった 1-3-4-1-3-4-1-3-4 のリズムで、1をカウベル、3-4 をパイラで叩きましょう。 1-3-4-1-3-4-1-3-4 このリズムでやってみましょう。で、毎回1頭1の時にアバニコを入れて、アバニコの入れ方パターン1でも2でも3でも、好きなパターンで練習してみてください。はい、こういう感じで、やってみてください。まあ、やれるテンポでね、確実に叩けるテンポで始めて、まあ、だんだん速くしたり曲に合わせて叩くというふうにやってみてください。はい、ではここまでできてまだ余裕があるよという方ね、ちょっと応用編をお教えしたいと思います。応用編何かというと、今やった5発のアバニコの後にちょっとプラスアルファして味付けをするフィルインになります。ちょっとやってみますけど、こんな感じです。 1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4-1なんとなく分かりましたか。でやった後にもう一発リムショットを入れて叩いたり、もっと細かく叩いて叩いたり、低い方も使ってこういう風に使うと、そのアバニコの後にね、ちょっとプラスアルファではみ出してフィルをすることができると。はい、ちょい足しのフィルイン3つ紹介します。まず1つ目はタタタタカンカンとリムショットを2発叩くパターンです。はい。はい、2つ目は左手のリムショットも入れてタタタタカンカンカンとリムショット3発入れるパターンです。はい、はい、最後3つ目はこの低い方も使ってタタタタカードンと強烈なねアクセントを生み出すフィルインです。1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4-1はい、いかがでしょうか。このちょい足しのフィルインね、カウント1からちょっとはみ出るような形になりますけれども、これ一体どういう時に使えるのかという話ですよね。僕なんか例えばね、ドラムセット、ドラムと一緒に演奏する時なんかによく使います。ロックポップスとかダンスミュージックでドラムとパーカッション一緒に演奏するってことよくありますよね。でその時にね、ドラムとフィルインが被るっていう問題が結構よくあるんですよ。あのアバニコとかね、全然やってもいいんですけども、ドラムがねフィルインやる位置バッティングしてしまうっていうことがあります。でそういう時に今言ったちょい足しすることによって、そのフィルインの場所をずらす位置をずらすことによって、ドチッタチッドチッタチッなんとかなんとかなんとかなみたいな感じで、ドラムのフィルインが終わった後にこうティンバルスがちょっとだけ残るといった風にね、コンビネーションフィルインすることができますので、これねなかなか効果的ですので、よかったら試してみてください。はい、というわけで今回はティンバレスの定番フィルインアバニコの解説でした。ぜひ習得して使ってみてください。で今回の内容がねもう余裕でできるよという方は、例えば手順を左から始めてみる、左逆の手順で練習したり、あとはロールですね、このロールの長さを長くしたり短くしたり、いろいろ発展レベルアップさせてみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を毎日発信、毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションワークショップもやってますので、引き続き要チェックしてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。